JOC。 こんにちは、フォアツ JOC でガイド役を務めますミーナです。よろしくお願いいたします。ワッツだにゃ、よろしくにゃ。よろしくね。この番組では意外と世の中に知られていないヤマハ音楽教室の歴史や音楽に対する姿勢、考え方を分かりやすく解説していきます。前回はヤマハ音楽教室が開発した幼児期のカリキュラムと指導法、いわゆる鍵盤ソルフェージュについて学んだよね。はい。どんなプロセスだったか覚えてる？弾く、歌う、弾く、読む。その通り。楽譜を読むところから勉強するんじゃなくて、まずは曲を聴いて、歌って、弾いて、そこで初めて楽譜を読むという流れだったね。クリエイティブだにゃ。そして今回はヤマハ音楽教室の特徴となる3つの柱についてご紹介していきます。ミーナちゃん、3つの柱っていきなり出てきたけど一体何のことにゃ？実はヤマハ音楽教室には子どもたちの音楽性を育んでいくための3つの柱があるんだ。へえ。例えばさっきも出てきた聞く、歌う、弾く、読むに作るを加えた5つの要素を総合的に学ぶことは音楽を楽しむための重要なポイントになるんだよ。なるほどにゃ。それが3つの柱のうちの1つ、総合音楽教育。総合音楽教育？総合音楽教育では弾くことだけでなく聴いたり歌ったり読んだり作ったりといろいろな要素を行い、総合的に音楽を学んでいくことによって将来音楽をさまざまな形で楽しめることを目指していくんだ。例えば鍵盤楽器だけでなく他の楽器の演奏にも役立つし、吹奏楽やバンド、合唱なども楽しめるようになるんだよ。へえ、すごいにゃ。音楽をさまざまな形で末永く楽しめるって本当に素晴らしいことだよね。ちなみに私も19年間ヤマハ音楽教室に通って身につけた力は一生の宝物だよ。まさにプライスレスだにゃ。そしてもう一つの柱が適期教育。適期教育？適期教育とは子どもたちが自然に音楽に親しみ無理なく吸収していくためにそれぞれの発達に応じてその時期に最もふさわしい教育を受けることが大切であるという考え方なんだ。例えば幼児期ではいきなり楽譜を読むんじゃなくて言葉を覚えるようにまず音楽を耳から聞きそれを真似することで取り込むことが最も無理のない方法だと言ったようにね。へえ、それが適期教育なんだにゃ。 What's JOC?さて、3つ目の柱はグループレッスン。これは知ってるにゃ。ヤマハ音楽教室では最大10人程度の人数でレッスンを行います。これは子ども同士が遊びの延長上で楽しむことができたり他人への思いやり気遣いも同時に学ぶことができるという利点があるんだよね。ちなみに当時は高嶺の花のイメージがあった音楽教室もグループレッスンのおかげでより一般的な習い事として浸透していったんだ。子どもの可能性を最大限に引き出し音楽によって自分を表現する能力を養うという理念のもとで作られたのが総合音楽教育、適期教育、グループレッスンの3本柱だったんだよね。しっかり考えられてるにゃ。
What's JOC? いやー、これでヤマハ音楽教室のすべてがわかったにゃ。ありがとうだにゃ。まだすべてはわかってないよ。いや、もう全部わかったにゃ。完璧にゃ。じゃあワッツ、総合音楽教育の5つの要素言ってみて。いや、もうそれはわかったにゃ。聞く、歌う、弾く、読む、作る。作る？作るって話まだ出てきてないよね。まさかこの話にはまだ語られていない裏の部分があったのかにゃ。次回、ヤマハ音楽教室の真実が明らかに。お楽しみにだにゃ。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。次回もまた見てください。バイバーイ。